どうも、ナベです。今回のテーマはこちらになります。じゃじゃん。ガウスの発散定理になります。はい、いよいよ出ました。ストークスの定理、グリーンの定理、そしてこのガウスの発散定理ですね。これは物理、数学で非常に大切な定理になりますので、ぜひこのナベチャンネルでマスターしてみてはいかがでしょうか。今回はそのガウスの発散定理の二次元バージョン、これをご紹介していきたいと思います。そして次回の動画でいよいよ3次元のガウスの発散定理、こちらを紹介していきたいと思います。では次の動画をどうぞ。はい、では早速ガウスの発散定理パート1、これを進めていきたいと思います。ガウスの発散定理とは、左辺はインテグラルが3つあります。そして DV 真ん中にはダイバージェンス A ベクトルがありますね。はい、これは発散です。そして右側ですね、インテグラルが2つあります。はい、そして中は内積となっております。そしてこの N ベクトルは単位放線ベクトルですね。この右側はここのラージ S なんですけども、これは左側のこの V の空間ですね、空間を司る表面積の部分です。表面の部分の曲面、これの単位放線ベクトルが N ベクトルとなっております。はい、左辺は空間からの湧き出し量、そしてそれと右辺のその空間の表面積から出ていく量が等しいことを示しています。どういうことかというと、はい、こちらですね、湧き出し量の30積分になってますね。体積分とも言います。湧き出し量の体積分であることから、空間からの湧き出し量の総和ですね。そして右辺は表面積のここですね、この内積の部分はこの A ベクトルの単位放線ベクトルの内積であることから、その量となってますね、放線方向の量、それの合計の総和が面積分だったので、その表面積から出ていく量が等しいことを示してますね。はい、こちらですね、ベクトルの面積分、こちらをぜひご覧になってはいかがでしょうか。そしてダイバージェンス A ベクトルとは、はい、こちらですね、こちらのダイバージェンス A ベクトルの動画をぜひご覧ください。はい、左辺は発散であるダイバージェンス A ベクトルの30積分、右辺は A ベクトル、N ベクトルの内積の面積分になっております。パート1なのですが、ここで2次元に次元を落としたガウスの発散定理を考えてみたいと思います。それがこちら、2次元のガウスの発散定理です。インテグラルが2つあって面積分となってますね。平面の領域から発散するイメージです。そしてダイバージェンス A ベクトルがありますね。それはこの領域が司る平曲線ですね、平曲線の周回線積分です。これの放線方向の量ですね、これと一致するですね。空間が平面バージョンになったイメージでしょうか。これを先に証明していきたいと思います。まず領域 S を準備します。そして曲線 C ですね、周り側は曲線 C です。はい、ダイバージェンス A ベクトルは次のように、ラウンド AX、 ラウンド X プラス、ラウンド AY、 ラウンド Y、 これは発散ダイバージェンスと呼ばれるもので、領域ラージ S の内部から外部への湧き出しを示しております。ダイバージェンスの動画はこちらの動画で解説しているので、ぜひこちらの動画をご覧ください。そしてダイバージェンス A ベクトルのイメージ図をここに書きました。内側から外側に湧き出しているようなイメージですね。インテグラル、インテグラル、ラージ S、 ダイバージェンス A ベクトル、 DS は内部から外部への湧き出し量の総和となります。はい、そして待たずに注目してください。放線方向のベクトルですね、それの量が A ベクトルと単位放線ベクトル N ベクトルの内積だったので、この A ベクトル ×N ベクトルというものはこの矢印の大きさを示します。これの線積分なので、周回線積分の A ベクトル内積 N ベクトルというものは、 A ベクトルと N ベクトルの内積が放線方向のベクトルの量なので、周回上のベクトルの量の総和となることから、内部から外部への湧き出し量の総量と一致することがわかります。なのでこれが成り立つとイメージできるのではないでしょうか。では次に具体的に証明に入っていきたいと思います。はい、まず左側に左回り正の領域 S を準備します。で、曲線 C ですね。そして左側は A まで、右側は B までというふうに幅を決めてます。はい、そして A ベクトルを準備します。ここでは2次元なので、 AS×X,Y,AY×X,Y というベクトルバがあります。はい、そして上側の曲線を Y=F2X、
下側の曲線を y イコール f1x とします。そしてダイバージェンス a ベクトルを準備しますね。インテグラル、インテグラル RGS、 ダイバージェンス a ベクトル ds というものは、次のようにダイバージェンス a ベクトルがこのようにラウンド ax、 ラウンド x プラスラウンド ay、 ラウンド y と変形できることからこのようになりますね。はい、したがってインテグラルの性質により2つに分けることができます。はい、そしてこの右側のインテグラル、インテグラル RGS のラウンド ay、 ラウンド yds、 これを先に計算してみたいと思います。こちらの式は、はい、次のように、ここですね、この重積分に変形できますね。そしてこの二重積分というものは、ここですね、真ん中の部分がここですね、 y で変微分してて、さらに y で積分していることから、微分と積分を同時に演算していることから、はい、次のように普通の関数に戻ります。そして外側はインテグラル AB dx があります。はい、したがって次のようにインテグラルに分けてあげます。2つのインテグラルに分けてあげます。はい、そしてですね、まずここ f1x を先に書いてます。はい、そしてここはマイナスがついています。そしてこの f2 のこの部分ですね、この部分は、はい、 a から b までを b から a までに変形してますね。なのでここにはマイナスをつけてあげるんですけども、こうカッコがあることから、ここのマイナスがくくれることから、ここはプラスとしておりますので、符号に注意してくださいね。こうですね、この積分区間を入れ替えてますので符号は変わってますね。で、ここカッコにマイナスがついてます。はい、そしたらここ見てみると、 a から b までの f1x、 そして b から a までの f2x となってることから、マイナスインテグラルの周回線積分ラージ c のAy カッコ x、ydx と一緒になることが分かりますね。はい、ここですね、 a から b までの fx1、 b から a までの f2x で、ここマイナス忘れないように注意してください。今度は下側を c、 上側を d として範囲を決めてあげます。そして左回り正です。 x イコール g1y というものをこの左側の曲線とします。で、 x イコール g2y というものをこの右側の曲線とします。はい、そしてこうですね、ベクトルバーがあります。はい、同じようにインテグラル、インテグラル、ダイバージェンス a ベクトルの ds っていうものはこのように2つに分けることができましたね。はい、そして今度は左側のこの部分、これを証明してみたいと思います。はい、この青い部分なんですけども、インテグラル、インテグラル RGS、ラウンド AX、ラウンド X、DX、D ラージ S ですね。はい、これはこのように二重積分にすることができますね。はい、積分範囲は C から D までと G1 から G2 までですね。で、DX、DY です。はい、同じようにここですね、X の変微分と X の積分を2回同時に演算していることから、普通のベクトルバーが出てきます。しかし真ん中マイナスですね、積分の性質により G2 から先に代入して G1 が次に代入された形となっております。はい、そしてインテグラルを2つに分けてあげます。はい、そしてここですね、この右側の部分の積分範囲を C から D を D から C に入れ替えて先頭に持ってきてます。そしてこちら側の G2 の部分は後半に持ってきてます。はい、そしてこれも D から C までの G1 の積分であることから、D から C の G1 ですね。そして C から D の G2 の積分となってて、左回り正であることから、はい、このように周回線積分ラージ C の AX カッコ X、YDY となるのではないでしょうか。はい、以上により、インテグラル、インテグラル RGS、 ダイバージェンス A ベクトル DS っていうものは、ここのダイバージェンスをこのようにラウンドで直してあげて、この右側のようになることがわかりますね。はい、そしてこれはこのようにインテグラルを一つにまとめて、この dydx とこのように表現することもできましたね。これからグリーンの定理、はい、こちらの動画もご参考ください。このグリーンの定理で証明することもできるんですけども、今回はちょっと曲線を使ってじっくりと幾何学的に見ながら証明してみたいと思います。はい、まず曲線 c があります。そして接線ベクトル dr ベクトルがあります。この R は曲線 C を司る媒介変数のベクトルバーだと思ってください。はい、そしてこの DR なんですけども、大きさが DS ですね。そしてここはベクトルがこの左の方向に向いているため、マイナス DX とします。はい、そして縦の成分は DY ですね。これは正の方向に向いているため、そのまま DY とします。はい、次に方線ベクトルですね。単位方線ベクトルを準備します。その単位方線ベクトル N ベクトルの X 成分は NX、Y 成分は NY とします。はい、すると大きさは1なので、ここの長さが1ですね。そして成分は nx と ny と書けますね。するとこの nx と -dx っていうものは常に反対の方向を向いてますね。
なので、はい、このように三角形を準備することができます。直角三角形の相似ですね。そして各辺がそれぞれ ds、dy、-dx、 このようにできますね。ここの部分です。そして 1ny、nx、 このようになりますね。はい、すると相似条件により ny 対1イコール -dx 対 ds、 このようにできます。そして nx 対1イコール dy 対 ds、 このようになりますね。したがって内内外外かけて整理すると dx イコール -nyds、 dy イコール nxds となります。したがってここですね、この dy と dx の部分はこの式を使うと、はい、次のように変形できます。周回積分ラージ C AX カッコ X カマ Y NX DS プラス AY カッコ X カマ Y NY DS ですね。はい、そしてこの DS の部分まとめてあげて中だけ確認してみると、ここですね、このように掛け算の形となってますが、これは、はい、なんと内積の形になってますね。このようになるのではないでしょうか。単位方線ベクトル N ベクトルはこうですね、 NX NY と表現できて、こことここはベクトルは A ベクトルだったのでこのように表現できますね。そしてここ成分がいるので内積で表現できることから次のように一つにまとめることができます。はい、したがってここですね、もともとはインテグラルインテグラルラージ S ダイバージェンス A ベクトル DS だったのが、このように周回線積分 C の A ベクトル内積 N ベクトル DS と表現することができました。はい、以上から2次元のガウスの発散定理、これが成り立つことを証明できましたね。次回は3次元ですね。いよいよ一般的に知られているガウスの発散定理、3次元バージョン、こちらを紹介したいと思うので、ぜひ次回の動画もお楽しみください。今回は2次元のガウスの発散定理の証明でした。最後までご視聴ありがとうございました。